いきなり単車交換っていう怖いな。めっちゃ絞ってる。めっちゃ絞ってるから乗りづらいと思う。これどこで入るんだろう。おお。よいしょ。懐かしい感じが。よし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 。よしよしよし。よしよし。おお、怖え。おお、いいね、でも。めっちゃ楽だ、これ。おお、おお、いいね。めっちゃいいじゃん。ほほ、懐かしい感じがするんじゃないでしょうか。フィール先輩似合う。おはようございます。今日はいきなりキリト君とバイク交換をしまして、このスーパースポーツTR 250、めちゃ乗りやすいの。これなぜかキリト君が僕の4番に乗ってます。わ、これは滑らかだな。いいバイクだ。すごいね。よいしょ。暴走族やな、あれ。いいね。早い。いや、もうクラッチもめっちゃ軽い。キエト君早いね。怖いけど楽しい、これ。
しいな、これ。キリト君の新車、いつも俺が乗ってる気がするな。めっちゃ滑らかだな。もう最高のバイクよ。すいません。めっちゃ楽しい、これ。よいしょ。何でも似合うね。いいね。正直パニガレとかトリプル R とかはあれも化け物ですから手に負えないです。 250cc だったらなんか楽しめそうな気がしました。今日は久しぶりにキリト君と深夜のナイトツーリング行ってみました。久しぶりに会えたんでめちゃくちゃ嬉しかったです。ブルーさんもね、車で、途中参加で、みんな集まりました。よかったです。まあ、いろんな話しましたけども、まあ、言えない話も。